でもちょっとイデアも言い方あるよねえ、説教じゃないけどちょっと言い方考えた方がいいかもね。イデア、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 そんなに焦らなくてもキスはこの後よ。キャッ、うわー、こわこわ、これお互いさ嬉しくなってるならさまだわかるんだけどさ、この構図は恐ろしいよ。ホラーだよ。うーん、もう、ちょっと変な声出さないでチャビ。やっぱ夜っていいの、なんかさディズニーランドホテルの夜が明けて朝になった時すごいテンション上がるんだけど、あ、俺ディズニーランドホテルにいたってなるじゃん朝起きて。それめちゃめちゃ嬉しくない？俺だけ？リドルとルークがいなくなって残ってるのはエッペルとエースだけ。これじゃあ俺様以外に頼れるやつはいねえんだぞ。グリムってユニーク魔法とかあんのかな。俺、僕だってやるよ。うん、分かってるよ。エース君、僕たち1年生だけでもやれるってとこ見せてやろう。よし、そろそろ大食堂に到着。うわ、何今の。チ、避けられたか。素晴らしっこいやつね。なんだこいつ。エース君、大丈夫？あんなヘナチョコ魔法当たるかっつーの。もう追ってのゴーストたちがやってきたんだぞ。下がってて、ここは僕が敵の相手を。って、あれ？ねえ、ずるいよ。そんなさ、1対1で来れないなんて最低だよ。ゴーストたちが攻撃してこない？なんで僕に背中を向けるの？え、待って、え？姫、お逃げください。姫、そんなのどこに？え、何これ、いじられてんの？その麗しいお姿、あなたは結婚式に参列される隣国のお姫様ですよね。姫ってまさかエペルのことかよ。かよわき姫、その凶暴な者たちのそばは危険です。早く我々の元に。何これ、いじってんの？誰が、え、誰が姫だ。うわー、怒るからそういうこと言うと。急に人が変わっちまったんだぞ。なんておてんばっていうか、よく声を聞いたらこいつ男だ。そうなるよね、初見殺しみたいなとこあるからね。全員かかれ、この男を止めろ。男女差別、男女差別だ。言ってみんな。あ、お前一人じゃこれだけのゴースト相手に勝てるわけねえだろ。か弱いなんて舐められたままじゃいられない。こいつらに目に物見せてやらないと。でもなんか大丈夫な気がするわ。だってこのゴーストたちそんな強そうじゃなくない？レペル、ここは任せよう。はは、負けず嫌いなやつ。さあエース君、行って花嫁の元へ。それだとなんか結婚式場に乗り込むみたいな、まあ、乗り込んでんだけどお葬式なんだけどね。ゴーストめ、俺を姫って呼んだことを後悔させてやる。ここだよ。プン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 、おこおこ丸。ちょっと待った、ちょっと待て。相席食堂これ。キッス、ヘイキッス、ヘイキッス、コールやめれ。口しか動かせないとやれることがなくて暇なんじゃ、わかる。ああ、もう間もなく0時、ついに誓いのキスの時。キスを交わせば私とイディア様は死者の国で永遠に一緒にいられる。こわ、楽しいのその死者の国って。私やっと幸せになれるんだわ。夢と魔法の国とは真逆じゃん、絶対楽しくない。そろそろ本格的にまずいんじゃない。だが俺たちにはどうすることも。うわー、ね、待って、絶対扉の音が違う気がする。変えた？ねえ、すっごい重厚なやつに。その結婚ちょっと待った、この声は。はあはあ、間に合ったぜエースシー。何よあなた。はそのハートマーク、さては報告のあった侵入者。どっちかというとあなたなんだけどね、侵入者。大切な結婚式の邪魔をしないで、葬式なんだよ。
何が大切な結婚式だよ。やりたい放題しやがって。指輪をはめて今すぐあの世送りにしてやる。レイガン、姫様に手を出すな。ちっ、また化身のゴーストが嫌がったのか。姫様、ここは私たちが抑えます。無理無理無理、折れるよ。すぐポキっていくからね。今のうちに誓いのキッスを済ませてくだされ。メルティーキッスあげるから許して。わかったわ、メルティーキッスあげるから許してくれ。もう勘弁してくれ。ねえ、ダメなのメルティー。ガッキー可愛いよね、メルティーキッスも。くそ、倒しても倒しても立ち上がって、しつけえゴーストだな。姫様、早くキスを。こけしみてだ。もうイデア様ったら、いつまで往生際悪く逃げるつもり。なんでちょっと発情してんの。拙者、はあ、初めての経験は大切にしたい派なんです。初めてなんだね。だってよ、みんな童貞だってよ。エディア先輩を見てみろよ。顔だけ必死に動かして全力で嫌がってるね。お前らも本当は自分たちの姫が間違ってるって分かってんだろ。全ては姫様のためなんじゃ。ねえ、俺もう本当にごめん。俺はこれマジで切りたい。あのさ、帽子かぶってっつってるじゃん、どっちか。ねえ、バーヤかジーヤ、見分けがつかんのよ。ねえ、文字なかったらもう終わるからね、お前たち。私たちは幼少のみぎりよりずっと姫様の成長を見守ってきた。姫様は本当に優しく明るく、国中みんなが姫様の将来を楽しみにしておった。それが突然隣国に攻め込まれ、一夜にして全てがなくなった。だがお命を守れなかったわしたちを一切責めず、姫様はいつも笑ってくだされ。それはわかるよ。もういい子だね。いい子だし、すごいできたお姫様だと思うよ。ただどっちかが帽子をかぶなくていいっていう理由にはならない。いいのよ、気にしないで。大丈夫、きっといつか姫様はいつもそればかり。我々の前ではそういうが平気なわけがないんじゃ。そうなの。500年もいつか王子様に出会えると夢見て、しかし叶わず。一体何百回絶望されたことじゃろう。何百回もこんな恐怖に陥れてんの。わしら家臣はみんな大切な姫様のたった一つの夢を叶えてやりたいんじゃ。巻き込んでるよ、周りを。わしらの大切でかわいそうな姫様だから、幽霊同士が結婚するのが一番いいんだよ。だからって人に迷惑をかけたらダメだよ。絵じゃない、絵はずるいわ、万能じゃん。クソ凡人の言う通りだわ。どんな事情があったとしても人に迷惑かけている理由にはなんねえよな。その通りです。第一、姫様が望んでいるような理想の王子様なんているわけねえじゃん。え、いない。だって好きになった人がその人の理想の人になってくからね。何もかも理想通りな相手なんていねえよ。ちょっと考えりゃわかるだろう。俺もそう言おうとしてたよ。姫様になんていうこと言うんじゃ。姫様、耳を傾ける必要はありませんぞ。きっとイディア様は姫様の理想の王子。あんたらがそうやって変に希望を持たせるから、そいつは存在しない相手を探すはめになるんだよ。どっかで見たような気がする展開だけどさ、しょっちゅう見てるわこういう展開。かわいそうだからって姫を腫れ物みてえに扱って、そんなん思いやりでもなんでもねえわ。よく言った、えらい、さすがエース。結局は周りのやつらが本人に向き合うのを避けて楽してるだけじゃねえか。耳が痛いな、あはは。ちゃんと姫様に教えてやるよ。花婿に大切なのは見た目なんかじゃないって。おお、じゃあ見た目以外の何で王子様を選べばいいの。財力、金金金。だからまず結婚相手を選ぶのに王子様を必須条件にすんなよ。理想の結婚相手っていうのは
一緒に泣いたり笑ったりできるやつで、どんなに辛い時でも一緒に頑張れるやつ。俺もそう言おうとしてたんだ今。全く同じこと言ってたわ。そういう相手のこと、恥ずかしいこと言わせんなっつーの。ここでテーマソングが流れる。おしゃれな流し方。周りのやつらはこんな当たり前のことも姫様に教えてくれなかったわけ？絶対周りにもいるはずなんだよね、そういう人って。自分が目をそらしてるだけで勝手に。バカなんじゃないの？500年も一緒にいたのに本人のためになること何にもしてねえやってんのね、もうな、ね、な、な、そう思う。ふん、チャビーがずっと悲しそうな顔してんだけど、チャビーで、チャビー、エースの言う通りだ。リドリー幼鳥みんな来たね。よかったよかった。チャビーかわいい名前しやがってよ。犬につけそうだぞ、チャビーって名前ね。え、犬みたいな名前してるね。チャビーってさ、犬いそうだもんね。だっておいでチャビー、おいでチャビー、よしよし、いい子だねチャビー、よくできたぞチャビー。エースの言う通りだ。リドル寮長、ルークとエペルも一緒なんだぞ。二人とも遅いじゃない。すまないビル、君という光を失ってここまで来る間何度も道に迷ってしまったんだ。何、どこでそこで考えてんのその言葉を。え、ルークさんすごく楽しそうにゴーストを倒して回ってたかな。寮長、僕たちを助けに来てくれたんですよね、ありがとうござ今ケイト、今何時だい忘れてなかった。食堂の時計だと今23時35分だね。日付変更まで時間がない、早くゴーストを片付けよう。もう二の次じゃん。え、何今の、何のカメントに。いや覚えてないよそれは。よし、タキシード隊もみんな揃ったことだし、そろそろ観念してもらおうか。おとなしくイデア先輩を解放してもらうぜ。なんか頼りになるなこのイベントのエース。いつもやらかすイメージが強いからさ。だが君たち今ならまだやり直せる。大切なマドモアザールを人命を奪う悪いゴーストにしたくはないだろう。そうだよ。そして帽子をどっちかかぶれて、ミッキーの帽子でもいいかな、カチューシャでいいかな。じゃあ悪いゴースト、私のことを言ってるの。私悪いゴーストだなんてそんなつもりじゃ。私はただ自覚がなかったのか。聞く必要はありません、姫様、あなたは何も悪くない。チャビー、てめえこの後に及んでまだ言うか。自分が間違ってるってまだわからないの？ What？ そうだそうだ、間違っていようが何だろうが構わん。たとえ世界中を敵に回しても俺は姫様を幸せにしたい。そんな幸せを真面目に言わないやつは幸せにできないよ。それこそが俺の未練、俺の願いだ。キングダムハーツの主人公か貴様は。チャビな、な、膨れてんの？なあ、フトチョゴーストがどんどんでかくなってくんだぞ。なんで？ウルトラマンじゃん。まさか500年分の未練が具現化してるというのか。たまりすぎでしょ、吐き出せ吐き出せ。今までのゴーストとは比べ物にならないパワーを感じる。パワー！このままじゃ危険だ、みんな下がっていてくれ。あんたたち以外は動けないって言ってるでしょ冷静だな。ああそうだったね、ならばエペル君、クソ凡人君、マルタのように寝ているみんなを転がして食堂の端っこに寄せよう。うわすごい恵方巻きだね。わかりました。あ、誰がマルタだ。無礼だぞ人間、マリウス様の家臣である僕をゴロゴロするな。何その可愛い回し。ちょっと失礼します、ちょっと失礼、ちょっと失礼。もう行った行った、この映像見たいな、この映像ちょうだいよ。ねえ、レオナがぐるぐるしてるところ。退避は済んだね。はい、いつでもやれます。
どこまでも人に迷惑をかけるゴーストめ、パパッと片付けてやるよ。俺は最後まで姫様を守る。なんか主人公ずらしてますけども、自覚ないんだよね、悪いことしてるっていう。なんでそんな主人公ずらできんの。私の本当の王子様は、あれ、え、もうこれで終わり、24なんだよね。しゃあ、ついに倒したぞ。イエーイなんだぞ。あ、もう花嫁を守る具合もいない。今なら断絶の指輪もはめられそうだね。暴れる前に蹴りをつけよう。そんな、さーて最後に言い残したことは、愛しのイディア先輩にお別れでも。チャビー、あ、そうだ、ここでなんかチャビーを好きになるんだ、すごいね。え、チャビー、あ、なんてことなの。気づいたんだよ、好きになるっていうか気づいたんだよね。私は悪党から守ってボロボロになってしまうなんて。悪党、それまさか俺たちのこと。姫様、悲しまないでください。あなたが笑顔であることが俺の幸せなんです。こんなかっこいいこと言えないだろ、なかなか。消えた、成仏してる。さよなら、天に見せられて。チャビ、どうしてあなたの体がどんどん消えていく。どうやら先の戦いで力を使い果たしてしまったようだ。500年分の性欲、500年分のいろいろが吐き出されたからね。姫様、どうかいつまでも笑っていてくださいね。あなたの幸せをいつも心から願っています。王子様と末永くお幸せに。ああ、いやよ、いや、行かないで。これ押さないとさ、どこまで消えないのかちょっと見張ってていい？30分ぐらい。ねえ、ダメ？絶対消えないよこれ、俺が押さないと。私、あなたがいつも優しく励ましてくれたから、どんなに辛くても夢を追いかけてこられた。悲しいね。私にはあなたが必要なのよ。失ってから気づく愛ってやつか。へえ。姫。ああ、そうなのね。今ようやくわかったわ。私の本当の王子様、チャビ、あなたよ。もう全然違うけどね、最初に言ってたのと。嘘じゃん。え？姫様、いら、えら、えらいぞ。私も生きていた頃からずっとあなただけをお慕いしておりました。チャビ、愛してるわ。チャビ、チュッした、チュッてした。今のさ、切り抜いてラップにできない？誰か。ん？気遣い得ていく。なんで戻ってくんの。きっと愛の力よ。愛のキスが、愛の力があなたを救ったのよ。自分で言うな。よかった、よかったです。え、は、なんだこの展開、ついていけないね。全然ついていけないの俺だけっすか。うわー、俺とエースがちょっと考えが似てるよねって視聴者さんに言われてたから、ちょっと意識するようになったんだ。どう見ても僕たちが悪者になっている。あ、よかった、リトルの人だ。そうだよね、俺とエースだけっていうとちょっとそのコメントがあったから気になっちゃうんだ。イデア様。あ、はい。ごめんなさい。ん？なんだこれ。はい。私、あなたの気持ちには答えられないわ。本当に申し訳ないと思ってる。やば。あなたはとっても素敵な人よ。だから、きっといつか私よりいい人を見つけられるはず。うわ、出た。みんな聞いてちょうだい。私は本当の運命の人。チャビーと結婚します。最初からそうしてくれ。おめでとうございます。こんなに嬉しいこと生きている間にもなかった。え、なんでこれ。なんか俺は今すごいね、変な気分になってんな。なんだろうな、なんかコーラとオレンジジュースを同時に飲んでる感じ。変な気分になってる。イライザ姫とチャビー王子、万歳。
おめでとう。500年の絶望の果てに見つけた真実の愛。いやー感動的でしたね。どこに行ってたんだろうね、あなたは。やっぱり愛がないとね、プロポーズなんて成功しませんよ。大事なのは愛。うん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 じゃない。兄さん無事でよかった。すごいね、やっぱ愛は深いな。オルトのことも心配してあげてよ。イデアはねえ、一言もオルトなんて言葉出なかったじゃん。いやうん無事。うん、危な、スキップしそうになった。いや結婚しろって言われても困りますし、いいんですけどね、いいんですけど、そのね、オルトすごい心配してたよ。なんか拙者は告白もしてないのに振られたみたいになってません？まあそういう時もあるさ、たまには。大丈夫、イデア君の未来にはもっと素晴らしい出会いが待っているはずさ。どんまい。一晩思いっきり泣いたら明日からは前を向いて歩こう。うん、そういうマジフォローやめてくださる？やれやれ、とんだ物騒に巻き込まれたの。リディア、 SSR 早く出して。でマレース、マレースと同時でもいいよ。やっと体が自由に動かせるようになりました。俺マレースのさ、カリムのは買うけど、フィギュア、あのマレースのも出たら買おうかなと思ってる。みんな動けるようになってよかった。助けに来てくれてありがとな、クソ凡人。まあいいよ、うん、デュースはねやっぱいい子だわ。すごいエース大活躍だったな。なんかデュースとエースってさ、やっぱ真反対の位置にいるよね、性格的に。へん、感謝してくださいよ。何せトレイ先輩のこっぴどい歌の失敗を俺が挽回したようなもんすから。でも、頼む、その話は忘れてくれ。参ってるよ。エペル、お前あんなにでけえゴーストを相手にしてもひるまないで。あれ待って、この時点で面識あんのか。ん、やるじゃねえか、見直したぜ。ジャック君、正面から褒められると照れくさいかな、かな。そうか、悪い。でも嬉しいよ、ありがとう。なんか1年生だけで何固まってストーリー進めるショーとか見たいな。なんていうのかな、1年生だけの場面、2年生だけの場面、3年生だけの場面、なんか学年ごとに固まって問題解決していくみたいなのも見たいな。ルークさんが避難させてくださったおかげで誰にも怪我はありませんでした。さすがの気配りですね。うん、オウム州計画班、君が私の立場だったとしても同じことをしただろう。計画班、犯人として見てる。ジェイドだったら笑って見ているに決まっていますよ。だね。なるほど、事態を運命に委ねるというのもまた美しいね。そういうことじゃないと思うけどね。やっぱキングちゃん超強え。なんか俺も思いっきり暴れたくなってきた。相手してよ。フロイドとリドルってさすがにリドルの方が強いよね。さすがに今はそれどころじゃない。あのパワーバランスがあんまり分かんなくなってきたな。冷たケイト、一刻も早く寮に帰ろう。ずっと言ってるよリドル。俺なんで。君が昨日の黒系大会で2位だったからだ。うん、今日中に僕に紅茶を入れないとハートの女王の法律第703条を破ることになる。そんなのあったね。そりゃ覚えてないさ。それでずっと時間気にしてたんだ。リドル君ほんとぶれなさすぎ。じゃあ頑張ってくれたリドル君のために秒で寮に戻らないと。言った。まあいいんじゃない、みんな解決したね。お前たち手間をかけたな。ほんとだよ、ほんとだよ、金よこせ。おかげで本当の愛に気づくことができたわ。みんなありがとう。なんつー人騒げセンティモニコプリモリモヨ、なんつー人騒がせのやつら。まあよかったんじゃねえの、無理やり未練を断ち切らずに済んだわけだし、うん、私たちはこのまま心置きなくハネムーンに旅立ちます。もう結局行っちゃうのね。これでやっと平和になるね。ああもうやだ、ほんとやだ、僕しばらくゴースト恐怖症になりそう。ゴーストってみんな怖いんじゃないの。来年は元気な
ベイビーを見せに来るから楽しみにしててね。いいです、結構です。いただくんだ。じゃあね、はい、お幸せに。あ、みんな消えた。なんかいざさ、やっぱいざさよならってなるとさ、ごめん、この人たちにはあんまりその思い入れがない。みんな見た目が同じでちょっと区別がつかない。でもチャビーにさ、ちょっとだけなんつ感情移入しちゃったっていうか、チャビーもちょっとかわいそうだなって思うっつうか。じゃあね。いやー、今日は本当に大変な一日でした。それ生徒が言うセリフじゃない？何はともあれこれにて一件落着。てかさ、サムのさ、スパイって誰よ？ちょっと待っておくれ、学園長。それよりもっとこの締めくくりにふさわしい言葉があるんじゃないのか。え、ケイトとかじゃないよね？ありえないか。ああ、それもそうですね。ご本、こうして二人はいつまでもいつまでも幸せに暮らしましたとさ。そうだ、こんな終わり方だった。うわー、いいね、この背景が白くなる。めでたしめでたし。ツイステのストーリーもこんな感じで終わるんじゃない？俺この終わり方ベストだと思うんだけど、エンディング本当に最後の最後ね。最高の終わり方じゃないこれ。ツイステの最後にこれやってほしいわ。なんかエンディングがいい、これ。バイバイ、終わり、これで終わり。